はい、続いて背中に入ります。背中は非常に広範囲ですので、やるライン、取るラインも非常に長くなります。まず予備知識として説明していきます。脊椎というのは首のところから腰のところまであります。この24個のうちの背中の骨12個を背中の範囲として、今回のこのラインを取ることによって背中の改善も、もちろん腰の改善もできるというふうに考えていただければいいと思います。まずは小指の外側、爪の付け根のところですね。もうちょっと上になります。そうです。そこの部分を10秒ほど強く押しましたら、今はスタートのツボをしたので今度、ゴールのツボを押すような形になります。ゴールのツボは髪の生え際3押し上、そしてこの中心から1押し外側なのに、小指のスタートのツボの位置から、まずはですね、足の外側を起こしていきます。真ん中のこの裏のですね、膝の裏の真ん中のラインからずっと上がった延長線上のお尻のところになります。この辺を押していただくとズキーンと痛みが出るような場所がありますので、そこが座骨神経が出ている、穴になります。そこの部分を狙ってよくタオルでこすってください。この時に今やっているのが左側ですので、右に重心をかけながらこすっていただいた方が、よりですね、お尻の筋肉が緩んでやりやすい。背骨の骨のですね、今左側をやっていますので、すぐ左脇のところをこするようにします。この時に膝をある程度曲げて上体を下ろした状態で背中を丸め、下を向くようにした状態でこすっていただくと非常に全体的にこすりやすいと思います。